桐生、錦、なんだ、どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何、渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。やつは風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけたのは渋沢ってことか。 すぐ街の中、堂島組で溢れる。俺らの街を出るしかねえぞ。おい、いたぞ。綺麗と錦まで。錦、牧村誠は日教連のセラが保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は セラと風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を抑えつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれない。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。 早く行け、錦。分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。 クゼ、あんた一人か。ああ、組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。 まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろう。風間組もおめえも今その指揮取ってんのは渋沢だがな。 誰がやったって、さほど難しい仕事じゃねえ。堂島にはもう搭乗介護と下に納めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるって。俺、そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたところで 今のあんたほど手強いとは思わない。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど
厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえありゃ男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。なんて野郎だてめえは、どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、道島君が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教へ逃げ切れ。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろ。渋沢は殺し屋に女を出せるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女も世良もおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれ、本物の極道に。キル錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。
もしかして日教乱は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キリュウ、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリュウ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。したことはねえんだな。ああ、大丈夫だ。芝浦までやってくれ。錦、日教連は船をアジトにして。分かった。忘れちまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまうぞ。俺らに会ったら、ちゃんと頭下げてけよ。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ。ごめんなさい。すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んでるか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。
お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺はお前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。誠から電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。親父、世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ、始めろ。はい。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！こっちも始めようぜ、キリュウ。柏木さん、
風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ、渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。からも来やった。カシオビさんは何やってんだい。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前、一人で先に行け。ニシキ、心配すんな。俺は大丈夫だ。お前はマコトを守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だから。いいから行け。あいつを止めねえと風間のおやさんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。
しろ。止まらへんぞ。こいつやべえぞ、いいからしまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。Yeah!
18人殺しの冴島大河の兄弟分<笑>お前ら二人揃って随分と時代がかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭上座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。 お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。はっ、そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。 極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいよ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえは時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら 俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどうね。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうってやだな働いちゃう。 そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負った罪をヘラく言わせちまった。
もともと俺は人を殴るのが好きでな、相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのが好きだから殴った。根っからの子供くせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな、金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後のお楽しみができてよかったやな。殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。バカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな。
天野。余計な真似していられぞ、おら。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジば。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、どうじめ。
你是吧？你只是白费力气，我呀，我呀，要我把你香烟刮出来呀！三分钟给你清了，真是个顽固的家伙！ おとなしく待っとるや。こっちはもうすぐ済む。その次がお前や。マジな。せ、せら。